7月の大雨で集落全体が浸水被害を受けた戸沢村倉岡地区。昨夜、住民と村による意見交換会が開かれ、村は防災集団移転を提案しました。7月の記録的大雨で最上川が氾濫し、戸沢村倉岡地区は多くの住宅が水に浸かりました。これまでも幾度となく浸水被害に遭った住民からは、集団移転を望む声も上がっていました。こうした中、昨夜、加藤文明村長をはじめ、地区のおよそ70世帯が集まり、意見交換会が開かれました。冒頭以外は非公開で行われたこの会合。この中で村は、自然災害が発生した地域や、今後災害の恐れがある地域から安全な場所にまとまって移転を促す国の事業、防災集団移転促進事業について提案したということです。防災集団移転は、全世帯の同意や全世帯の半数以上の集団移転などが主な要件で、村が移転者の宅地を買い取るほか、建物の保証などを行います。住民などが今続々と出てきました。意見交換会が終わった模様です。住民からはどんな意見が出されたのでしょうか。田んぼが買い上げられないということで、ちょっとそういうので戸惑いというか、一応、ね、賛同はちょっとしかねるってかな、はっきりしたの意思表示は今日の段階ではなってないんですけども、そういうなんてか雰囲気はありましたね。一番心配しているのは2年、仮設が2年である。でその2年でこの事業が終わるのかと、私も多分終わらないだろうと、その時に仮設を出るのか出ないのか、出なければならないのか、その辺も含めてこれからもう一回検討したいと。一方、加藤村長は防災集団移転についてスピード感を持って対応していく考えを示しました。やっぱり3年4年となった場合、もう待ちきれなくて、外に村外に出ていく人も出るよっていう、そういう忠告をいただきました。緊張感を持って、しっかりと住民の声に耳を傾けて、これから前に進めます。またこの日、村は集団移転の意向を問うアンケート用紙を倉岡地区の全世帯に配布しました。回答期限は今月25日で、7割以上の賛同が得られれば本格的に集団移転を進めるための意向調査に移る方針です。